リンハローパラレールリニンパラレールのリントです。はい、いつもとはちょっと違う感じの動画に見えますが、本日はねこちらの方のご紹介をしていこうかと思います。ということで紹介していきたいのはホームスターですね。はい、何かと言いますとこちら、ちょっとだけこの辺の電気をつけてあげないとわかんないね。はい、こちらホームスターというですね、プラネタリウムでございます。実はですねずっと1月ぐらいからかな、実は持っていたんですけれども紹介していなかったなと思いまして、ちょっと紹介させていただこうかなと思います。で、まあ何かというと、お家用の、プラネタリウムでございます。で、今使っているのはですね、一回こっちの電気を消しましょうか。ポチッとな。これはですねコラボの商品だったみたいで、メルカリでね見つけて、私ちょっといくらだったかな、3800円とかで買ったのかな、なんか4000円しないぐらいで買った記憶なんですけれども、これウルトラマンのコラボのやつですね。なのであそこに飛んでるあれはですねウルトラマン7ですね。で、多分マン兄さんもどっかにいるはず。そしてアンアン鳴いておりますね。フクロモモンガちゃんが鳴いておりますね。ハルくんかな、この辺は宇宙船がね、いたりっていう感じですね。マン兄さんはどこにいるんだろう。多分マン兄さんが今いるところは映ってないかな。でね、あんな感じでね、ちょっとわかるかな。星雲がこうありまして、っていう感じですね。まあ雲があって。そして、これ多分天の川だと思うんだよな。はい、っていうところです。ちょっと、プラネタリウムで星を見ても、どれが何の星かっていうのがちょっとわからない感じですね。で、よいしょ。ちょっと電気をつけながらご紹介をしていくと、こちら。これがね、ウルトラマンの天板ですね。と、なんで暗い中でやっとんじゃって話だけどね。カラー原版四季の星空っていうやつと、最初からついていたホームスター専用天板、そう、流れ星がね流れたりする天板です。ちょっとずつ天板見ていこうかなと思いますね。じゃあ今天板を変えます。これね天板を変えるのも楽で、よいしょ、この上の部分のですねここ、おお、急に明るくなってね、ここに天板が乗っかっているんですけれども、この天板をね取って変える形ですね。宇宙からの SOS っていうのと、あ、入んない、片手だと難しいね、よいしょ、入ってるのかね、ウルトラマン&セブン過去カラー、宇宙からの SOS 白黒と、ウルトラマン、ウルトラセブンに登場した怪獣たち白黒っていうことで、これをちょっと入れてみようかな。で、こんな感じでね、天板をセットして、これを、この、上の部分にカシャッとやると、出ますね。はい、するとですね、うん、セブンの怪獣ばっかりだな、ここは。あれは、キングジョーだね。キングジョーがバラバラになっている状態。と、なんか宇宙船みたいのがチラチラ映ってるね。で、これは、ガッツ星人か。なんだっけ。パンドンか。ですね。で、これ、回ったりもするんですけど、ちょっと、ああ、こうなると、あ、音が、こっちの音が好きなのよ。はい。これだと、お、そこにバルダン星人。これはわかるね。ゴモラと大阪城ですね。そして、メフィラス星人。
あれは多分ゼットンかな。うん、あれはゼットンですね。はい、みたいな感じでね、プラネタリウムを楽しむことができます。まあ、これはね、会場とかがいるやつなんで、どちらかというとなんだろうな、ウキウキした気分で眠ろうとか、ね、そういう感じになるのかな。まあ、私はちょっと今子供、というか結婚もしてないからね、あれなんですけども、子供とかがいると、子供と一緒にこういうの見るのも楽しいんじゃないでしょうか。ね。はい、では、他の天板も、ちょっとやっていきましょうか。よいしょ。これはね、もう専用のウルトラマンの天板って感じで。だからウルトラマンのタイプの、このデザインのね、あのホームスターっていうのも売ってたみたいで、それに付属してるやつらしいです、これ。これね。こんな感じで。で、まあ、こういう風にね。SOS。まあ、ウルトラ文字かな？ウルトラマンのサインみたいなやつが映ってるのみたい。そう、セガトイズさんからね、発売されてまして。で、一番最後にこれ見ようかな。これだとね、流れ星が見れるんですよ。なので、流れ星を最後に見ていきたいなと思います。では、次はですね、これ。カラー原版四季の星空というのをね見ていこうかなと思います。これねカシャッとはめまして、はい、はまりましたね。ほっ、お、いい感じですね。ちょっとピントがあんまりうまく合ってないけど、そう、このピント合わせるのはね、手動なんですよ。あ、すごい鮮明になったね。すごい綺麗な、ここは夏の星空ですね。花火が上がってますね、あの辺ね。で、お月様があって。この辺が多分春かな、秋か。あの辺秋だね。って感じで。これもね、ちょっと、春のやつがね、すごい綺麗だったんで、くる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 と。と、どうでしょうか。あ、これだとあの辺が、春の、装いになってますね。桜が映っていたりという感じで。ただね、こう遠くになればなるほどね、遠くのものっていうのがね、ピントが合いにくいんですよ。あそこなんかもっと綺麗に映ったらいいんだけどな。なかなか難しいね。いや、なかなか難しいね。これ、照射の距離を合わせるのがやっぱり難しいね。もうほら、こうなるとちょっとぼやけてるからね。ただね、これね、カメラで見るより肉眼で見るとね、すごい綺麗なんですよ、この星空。わかりますさ、は、わかりませんね。わかりますかって聞こうと思いましたけど、なかなかこれは、わかりにくいね。はい。っていうところですね。ということで、最後に、その、流れ星がね、こう、見れる天板がありますので、それが、こちら。もともとこのホームスターっていうのについている専用天板ですね。はい。この専用天板を、
見ていこうかなと思います。この専用天板がですね、実は一番すごいです。天の川っていうのもあったんだけど、その天の川以上にですね、綺麗でございまして、星が本当にね、ピカ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 開くんです。開くじゃないわ、星の数が少ないので何とも言えないんですけれども、これフクモモたちがチュンチュン言ってますね。見えるかな、星がね、輝いてるんですよ。わかるかな、点滅してるんです、実は。たまに流星が、こう流れ星がフィャーッと流れます。これね、カメラじゃ伝わらないね。これね、肉眼だとすごい綺麗なんですよ。でね、私の肉眼ではですね、何回かこう星が流れてるのが見えてるんですけど、どうでしょう、見えますでしょうか。それでは私少しだけ静かにいたしますね。そしてこの入ってる BGM がですね、とてもBGM が良いので、ちょっと BGM の大きさを大きくしますね。こっから、1分ほど、1分から、まあ、2分ほどですね。私は静かにします。息は、吐息がちょっと入るかもしれませんが、ご了承ください。こっから1分から2分ほど、皆さんこの映像でね、ちょっと見にくいかもしれないですけど、癒されていただければなと思います。
いかがでしたでしょうか。癒しの空間になりましたでしょうか。で、これはね、星の数とあと光がそんなに強くないやつなので肉眼向きになるので、この後最後に一番綺麗な天の川のものを、また1分から2分ほど見ていこうかなと思います。ちょっと一回変えますね。あ、間違った。またボタン押しちゃった。よいしょ。ではでは、天の川。この天の川がですね、実は一番多分天板の中ではですね、こう映像映えもして綺麗なんじゃないかと思います。ただね、先ほど見せたようにこう星空がね、瞬いたりはしないので、ちょっとそこだけがねあれなんですけれども、星空が瞬くタイプのものだと少し光がね、あと星の数が少ないんですよね。今ちょっとピント調整しますね。OK、 ピント調整できました。ではここからまた1分から2分ほど、私静かにしておりますので、よかったら、こちらの音楽と映像の方で癒されていただければと思います。いかがだったでしょうか。かなり綺麗ですよね。落ち着きますね。最近ですね、寝るときにこれをつけて寝ることが多いです。私のうち、
前ご紹介したことあるとは思うんですけれども、ちょっともう一回それやっておきましょうか。実はね、 LED をこういう感じでつけられるんですよ。ただ LED こうやってつけちゃうとですね、見えなくなってしまうんです。ほとんど星空見えないですよね。ちょこっとだけいますけど。で、一応ね、明るさを変えれるんですけど、明るさを抑えても、そんなにいっぱい見えないんですよね。なので、この LED はなしで、やっていくっていう感じにはなりますかね。いやー、かなり綺麗ですね。なので寝るときはね、LED ついてると明るくて、私も目が覚めてしまうとか、寝にくかったりしますし、何よりね、そこに、暗くて見えないですね。モモンズがね、横にいますので、フクロモモンガちゃんは夜行性なのでね、あんまり明るすぎない方がいい状況ではあるので、今はまあ活発になんかカサカサカサって言ってると思うんです。あれはモモンガちゃんたちが動いてる状態ですね。ではあるんですけれども。モモンガちゃんたちもね、寝るときは電気消えてた方がいいと思うんで。まあ、寝るときより、あの子たちは寝てないんだけどね。起きてるんだけど。で、私が寝るときは電気消えてる方がいいと思うので、こんな感じですね。はい。ということでね、実は持っていたよっていうホームスターですね。はい、こちら。プラネタリウム。持っていたよっていうところでご紹介でございました。いやー、いいね。こんな感じで見ることができるので、はい。ちなみにちょっとこれはね、私もらい物なんですけれども、天板の1個は買ってはいますけども、それ以外はもらい物なんであれなんですが、こちらはAmazon とかだとね、13,000〜14,000ぐらいで一応買うことができるかなというところでございます。もしご興味ありましたら買ってみてはいかがでしょうか。ということで本日はホームスターの方のご紹介でした。よければ高評価、チャンネル登録、Twitter のフォローなどよろしくお願いいたします。また次回の動画、また過去の動画もね、見ていただけますと幸いです。ということで以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。